はい、どうもこんにちは、旬ダイリーメンバーの稲山です。どうもこんにちは、旬ダイリーメンバーの鈴です。はい、稲山さん、今日の企画は、はい、今日の企画はですね、一人グループディスカッション練習についてもう徹底的に解説していくっていう動画でございます。一人グループディスカッション何ですかそれは。この前僕のサマーインターン前の1日再現をする動画で、一人グループディスカッション練習っていうのをやってるって紹介したら、視聴者の方からそれなんやねんと詳しく教えてくださいっていうコメントをいただいたんで、今回はそれについてもっと徹底的に解説していこうという感じでございます。なるほど。僕今でこそ、まあ、グルディス最強だって自称してるんですけれども、自称ね、あくまで自称なんですけどね。けど最初グループディスカッションやった時に地蔵かましちゃって、一言も喋れない人のこと地蔵って言うんですけど、で2回目のグルディスでも終わった後、面接官の人に稲山くんはグルディスの本とか読んで練習した方がいいねってコメントされて、くそーって思いながら天下の一つ星を落としやがってとか思いながら、はい、まあ、悔しい気持ちふつふつで、まあ、いたんですけど、こんな僕でも毎日一人グループディスカッション練習をやり続けた結果、勝者とかコンサルとかそういう難しめのグループディスカッションの選考も突破できるようになったんで、はい、今日はこの最強の一人グループディスカッション練習の方法を伝授していこうかなと思います。お願いします。はい、まあ、この一人グループディスカッション練習のいいところは、一人でこそこそ隠れてどこでもいつでもできるんですよね。どれぐらいやってたの今は。毎日必ず1回はやってて、学校行く途中とかインターン行く途中に電車内でもなんか解く。どこでもできるんだね、本当に。はい、本当にどこでもできるんですよね。じゃあその一人グループディスカッション具体的に説明してください。はい、ありがとうございます。じゃあまずこれをなんでやるのかっていうところから話していくんですけど、この一人グループディスカッション練習のやりたいこととしては、グルディスのタイプごとの正解を知るっていうことがやりたいことなんですよね。はい、タイプごとっていうのは、例えばグルディスってお題にタイプが、あるなと思って、抽象的なお題とか売上向上のお題とか、いろいろあると思うんですけど、このタイプはこういうふうに進めればいいんだっていう正解を、自分の中に持っておくことでファシリテーターもできるし、議論された時にそこ違くないですかみたいな感じで言うこともできるし、議論の全体像が分かるから自信持って議論に臨めるんですよね。タイプごとにそれぞれ回答法みたいなのがあるんで、はい、だからこのタイプはこうやって進めればいいんだなっていうのが、大体あるんで、それをいろんなタイプ全部自分の中に持っておくことで、どんなタイプが来てもグルディス立ち打ちできる。なるほどなるほど。そうで、グルディスってなんかコミュ力が大事とか、あとなんか論理的思考力が大事とか言うじゃないですか。ぶっちゃけコミュ力を上げようとか論理的思考力を上げようって言われても、どういうことすればいいか分かんないんで、とりあえず正解しちゃえばどうにかなると。確かに、はい、そしたら自信持って臨めるし、自信持ってたらうまくコミュニケーション取れるじゃないですか。余裕生まれて話してない人に振ってあげたりとか、皆さん緊張してますかって、僕ちょっと緊張してるんですよねみたいな感じの、なんか場を和ますやつもできると。はいはいはい、じゃあその、コミュ力とか論理的思考力とか鍛えようっていうんじゃなくって、回答法を身につけておくのが一番早いと。はい、僕はそう思います。で、回答法を見つけられるのが一人グループディスカッションってことですね。そういうことでございます。なるほど。そのグルディスってさ、はい、基本複数人でやるじゃん、だからやっぱグルディスのレベル上げるには複数人でやった方がいいんじゃないかなって思っちゃうんだけど、一人でも大丈夫なんですか？コミュニケーション力磨くためには確かに対人でやった方がいいっていうのもあるんですけど、グルディスできない人がまず最初にやった方がいいことって、やっぱ解放のストックをいっぱい増やすこと、さっきも言ったんで、そもそも議論に参加できないからね。だからたくさん量をとりあえずこなしておくことが大事なんで、一人でコツコツ何回もできるように一人グループディスカッションやった方がいいと思います。なるほど。あと、単純に人集めてやるのめんどくさい、友達とやるのもちょっと気まずいんで、一人でやる方がいいかなって。一人でやって土台を身につけたら、友達とか対人でやるっていうのがいいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあもう早速一人グループディスカッションのやり方を教えてください。はい、めちゃくちゃ簡単なんですけど、3ステップあって、1つ目がお題を調べる、グルディス回答例とか、2つ目が出てくるお題を、まず自分で時間を決めて解くと。で、その時回答を見ないよ。見ないんだ。はい、見ないで解くんだ。そうです、はい、回答を見ないで解いて、で最後答えを、照らし合わせてみて、こういう学びがあるんだなとか、こういう進め方すればいいんだなっていうのを自分の中にインプットするっていう、この3段階です。これ繰り返すんだ。はい、これもひたすらいろんなタイプで繰り返す。なるほど、なるほど。さっきも言ったんですけど、目的はやっぱタイプごとの解放のストックを増やすことなんで、どんなタイプがあるかっていうのをまず最初に理解しなきゃいけないんですけど、だいたいグルディスで課されるお題のタイプは3つぐらいあるかなと思って、僕の切り分け方なんで、ネットで書いてあるやつとちょっと違うんですけど、まず1つ目が抽象系のお題。これはいいリーダーとは何かとか、いい組織とは何かみたいなふわふわしたやつ。2つ目が売上向上系。これケース面接とかと似てるんですけど、売上向上のための施策を考えなさいみたいな、あるね。で、3つ目が公共系で、日本の投票率を上げるにはとか、なんか田舎の DX を進めるのはどうすればいいですかみたいな、地方行政を主体とするお題みたいな感じのタイプがあって、この3つが多い気がします。なるほどね。はい、じゃあ今日実際に実
践してみたいんですけど何やりますか、はい、じゃあ今日はその中でも多い中小系のお題1つと売上向上のお題1つ、はい、でその2つを、まあ、実際にやってみようと。なるほどね。ぜひ見てる皆さんも一緒にやってみましょう、はい、お願いします。で中小系でじゃあ一番よく出る気がするお題は、はい、いい会社の条件3つ挙げてくださいってお題で、はい、実際すずさん解いていただいて。はい、わかりました。ちょっと時間取りますね。皆さんも解いてみてください。はい、じゃあいい会社の条件3つ。はい、はい、よーいスタート。はい、できました。はい、では回答どうぞ。はい、はい、じゃあ私が考えたのは、はい、私にとっていい会社っていうのは、まあ、リクルートとかキーエンスとかがいい会社だなって思ったので、はい、そこに当てはまる要素っていうのを出していってその中から3つ選んでみました。はい、なるほど。っていうのが私の回答です。じゃあ実際の回答を見てみましょう。はい、はい、どうぞ。で今回の回答例は前提確認して、発散して収束するっていう順番でやってました。ね、で鈴さんの回答と、まあ、違うところとしては、はい、やり方は別にいいと思うんですよね。回答例と違っても、うん、でただ回答例のやり方はやっぱり前提をめっちゃ細かく決めてたんですよ、ね、そこ私やってなかったね、はい、これが誰にとっていい会社なのかっていうのを決めるために、うん、例えば男性とかも性別とか決めたりとか、うん、将来こういうことがしたいみたいな誰にとっての誰をめちゃくちゃ細かく決めるっていうのをやってました。はいはい、あともう一個違ったところは、うん、発散のタイミングで枠組みを決めてたんですよね。そうね、例えば会社の事業の条件は何か、うん、組織の条件は何かとか、うん、まあ、そういう感じで会社を分解して、うん、でその中で条件を考えていくっていう感じで進めてたんで、はいはいはい、要は枠組み作ってたんですよね。うんうんうん、私はもうバーって書いてるもんね。はい、でまあ、回答例がいいとか悪いとかは置いといて回答例に習って学び得るとするとまず順番として前提、発散、収束の順番を使うっていうのと前提めっちゃ細かく決める、うん、で、まあ、この枠組み決めると多分いいこととしては、うん、発散しやすくなる。会社の条件上げてくださいってなると会社の事業の条件上げてください組織の条件上げてくださいだと限定されるから考えやすくなるんですよね。枠組み決めた方がいいね。はい、じゃあこの順番で前提誰にと発散のとこフレームワークを気をつけてやっていけばこの中小系のお題っていうのに対応できるようになると。そうす。なるほど。確かにでも私でもできそう。はい、だからいい上司の条件3つとかいいリーダーの条件5個とか、ね、みたいなそういう、ま、ちょっとパターンが変わったやつ、うん、でもタイプは同じなんで、うん、前回やったこのパターンでいけるなっていうのが頭の中にストックされるんですよ。なるほど。まあ、こんな感じでタイプをどんどんストックしていくといいと思います。なるほどね。はい、じゃあ中小系はまあ一応クリアということで、はい、次売上向上型ですね。はい、うん、まあ、今回じゃあやってみるお題としてはじゃあマクドナルドの売上向上策考えてくださいっていうお題でやってみましょう。わ、はいはい、かりました。じゃあ皆さんもぜひ解いてみてください。はい、よーいスタート。スタート。じゃんじゃか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 じゃん。はい、できました。はい、お願いします。私はまずマクドナルドの店舗を自分の大学の近く、独協大学の近くの店舗にしました。はい、うん、でそこの店舗で、ま、朝、昼、夜って分けて、で昼はまあ人いっぱいいるから OK で朝と夜の人数少ないからじゃあ朝の試作はこれ、夜の試作はこれって考えて試作を出しました。はい、お疲れ様です。どうですか、どうですかこの考え方。結構いい感じなんじゃないかなと思いました。すずさんが珍しくロジカルでした。うん、じゃあ実際の回答例見てみると、はい、ほとんどまず順番は同じで前提を決めてで現状分析してで課題を特定して施策を考える。今回だったら、はいはい、独協大学の近くにしようって前提決めて、はい、現状は、まあ、朝昼晩に分け朝と夜が少ないからそこに対して施策を考えようみたいな感じで、はい、順番としてはもうほぼ合ってた気がします。はい、ただ多分、はい、なんか課題が何なのかとかをもうちょっと考えなきゃいけないよっていうのが、ね、回答例見た限りの話で朝と夜でなんかなんで人が少ないんだろうとか、課題をもうちょっと特定した方が朝試作やります、うん、夜試作やりますっていうのをもうちょっと具体的に効果がありそうな、はいはいはい、はい、あ、なるほどね、ことを話せたと思うんでっていう学びが得られるんで。確かに確かに、はい、私課題のところ全然考えてなかったね。であと前提で大事なことは今回すずさんめっちゃできてたと思うんですけど、はい、考える人たちが考えやすい前提を決めた方がいいんですよね。例えばすずさんだって独協大の近くのマックにしたと思うんですけど、うんうんうん、参加してるメンバーが共通認識を取りやすい場所を作んなきゃいけないっていうのはこれはまあこの回答例にも書いてあることなんで、うん、確かにそこをできてたんで良かったと思います。はい、売上では、まあ、なんか回答例では式で分解してるんで、まあ、式で売上客単価×客数だなとか、うん、客数はもっと分解するとこうなるんだなみたいな感じで式で因数分解していく、はい、で課題の部分はこの因数分解したうち、まあ、何がいつ低いんだろうとか朝昼晩の時間に分けて低いところを、まあ、ボトルネック探してでそこに対して施策を考えるみたいな感じの、はいはい、まあ、順番で回答でやってたんで、はい、今回の学びとしては、まあ、売上をもっと分解してみるとか、はい、あと課題をもうちょっと特定してみるとかっていうところが学びだったかなって、ね、現状分析と
課題特定のところをもうちょっと細かくやってみましょうっていう感じですね、はい、そんな感じですね、はい、こんな感じで、まあ、例えば今中小系と売上向上のやつやったんですけど、うん、他にも売上向上でも例えば店舗ビジネスじゃなくてスポーツ用品の売上向上させてくださいとか、はい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 、ミネラルウォーターの売上向上させてくださいみたいなやつもあるんで、うん、まあ、そういうタイプにも対応できるように回答例を見てストックを作るっていうのをやった方がいいですね。確かにね、いいねこれめっちゃね。そうなんですよね、うん、今回の動画のまとめとしては、はい、一人グループディスカッション練習をやってタイプごとの解放のストックを自分の中で作ることで、まあ、グルディスで自信持って挑めるようになるんで、うんうんうん、ぜひ皆さんやってみてください、はい、ただ一つ押さえてほしいことが、うん、まあ、これやったからといってグルディスで 100% 通過できるかと言われると多分そんなことはないんですよ、ね、だってやっぱコミュニケーションが大事とか他の人が言ったアイデアに対してあそれいいですねみたいな、うんうん、こういい反応をしなきゃいけないとか、はいはいはい、そういうコミュニケーションの部分も、まあ、結構重要な部分あるんで、うん、まあ、そういうところもちゃんと磨かなきゃいけないっていうのは言ってあるんですけど、はい、じゃあ解放を身につけたからといって、はい、なんかその自信満々に他の人、はい、お前それ違うそれ違う、はい、俺のやり方で行くみたいなのでそういう一人でガツガツ進めちゃうと落ちちゃう可能性もあるってことね、はい、絶対落ちてます。まあ俺もそれで落ちてるんですよね多分身につけて自分の中で余裕を持ちつつ他の人の意見とかもちゃんと汲み取りながら進めるのが大事ってことですね、はい、でちょっとずれたら修正してみたいな、ね、そう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 、なるほどなるほど、わかりました。ということでできれば毎日で、できなくても3日に1回ぐらいはこの一人グループディスカッション練習やってくれれば、まあ、大体の企業のグルディス選考突破できるようになるんでぜひ皆さんやってみてください、はい、けど、まあ、この説明で分かんないこととかお前何言ってんのみたいなポイントがあったら、まあ、コメント欄に書いてくだされば、はい、僕頑張って返信するんで、はいはい、分かんないこともぜひコメント欄でいただけたらと思います、はい、であと今の今日の一人グルディス練習実際に実践してみたけどいや選考通んねえよみたいな人もいたらぜひコメント欄になんで通んなかったのかとか書いてくれれば、はい、イナの方からねさらに詳しいアドバイスだったり、コメント欄貼り付きますわ、はい、するので分かんなかったらコメント欄来てください、はい、ということで本日の動画は以上でございます。はい、分かりました、はい、皆様サマーインターン選考頑張ってください。頑張ってください。せーの、じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。